僕8月31日でブームの契約を解除します。本当に？ダオニーヤの25歳の誕生日を祝いに行きます。ウームを辞めることを伝えます。よっしゃ東京来たぜ。僕ママの作ったパンケーキが食べたい。僕ママの焼いたクッキーが食べたい。うわ六本木ヒルズだ。ここに鎌田さんがいるぞ。上から俺らを見上げてるんだ。どうもこんにちは。挨拶行ってこいよ。あお、こんにちは。今日運田穂さんに事務所解雇になった時に仕掛けようと思えん。ガチで？どう思う？いやそれやばない、絶対心配しないの。そりゃそうだろうな。なんかお前やでもね、運田穂さんめちゃくちゃ優しい人だから、この動画で俺はそれを証明したい。いやもう前々からねみんな気づいてるもんけど、さらにもうほんまに僕たちが思ってるその想像を凌駕したこの優しさを皆さんにお伝えしたいですよね。はい、タクシー呼んで。タクシー。あ、こんなまだタクシー。運転手さん、なんでお前捕まえれんや。宇田尾さんに間に合わんぞ。あ、来た。下乗ってるわ。仕方されてやんけ。あら、タクシー。トゥルティンシュアイ。これ韓国語でタクシー乗せてくださいって言います。YouTube とか見ます？タクシーも前見ましたけどね。あ、ヒカルさんか。あの人乗せたことあります、ね。マジですか？乗られた方とちょっとずっと喧嘩されてましたけど。マジですか？それは多分ラファさんですね。それか相馬さんですね。おじゃぐるす。そうなんですけど、ヒカルさんに昔事務所誘われたことあるんですよ。一緒に結成しようって。あ、そうなんですね。有名な人なんです。僕たちはその金魚の子です。鎌田さんの街やほら。あ、本当や。すごくない？すげえ大都会や。東京ボーグレイン。今日も一日頑張りますかってやっとるやん。あれ俺らもしたいよな。したいよな。他に有名人のしたことあるんですか？桜井翔さん。びっくりしません？そんな持ってきたら。あ、びっくりしますね、やっぱり。でも僕だったら窓開けてでっかい声で桜井翔やって言いますよ、多分。家崎は、はい、尊敬してる人。YouTuber やったら初めて見たのはジェットさん。ああ。でもこうやって宇田尾さんに何回もこうやって見せられてもらって、一番先輩に優しい。いや、こんな人今までいなかった。本当に。何回も会う先輩が。あ、そうなんですか。あら。すごい。なんかブレーカーが落ちた。誕生日。すいません、なんか電気が。俺か。俺なの。ハッピーバースデー。すいません、なんか肉じゃん。おめでとうございます。感謝。ありがとうございます。ありがとうございます。うなほにいやんですよ。すげえ、じゃあ行くじゃん。こちらごめん、渋さん。ならない。なってないじゃないか。うなほさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いや、25歳ですよ。そうなんだよ、25歳って。アラサー。アラサーっすか。アラサーだよ。僕は21歳です、今年で。そう、まだ20歳だよ。ってことで、僕からも誕生日プレゼントがあります。あ、マジで。すごい、激しく。おめでとうございます、誕生日。すごい、なんだこれ。え、なに？エヴァンゲリオンのグッズです。あ、マジで？あ、よく知って、いや、すごいね、知ってくれてんだ。ケイスケ経由でシルクさんに聞いてもらいました。あ、マジで？偉いね、なんか。ちょ、持ってるかもしれないですよ。いや。本当、誕生日おめでとうございます。もうこの世に生まれてきてくれてありがとうございます。やすか、分かってんね。いや、もう本当にこれガチの気持ちいますよ。僕がウーム入って憧れの YouTuber やっぱいるんですけど、その中で一番やっぱ先輩 YouTuber で優しくしてもらったのが宇田尾さんなんですよ。ありがとうございます。今までで一番、うん、これガチで。本当によかった。なんかね、普通に友達として接してるつもりで。いやー、それは友達なんて申し訳ないです。僕は友達が少ないんです。友達になってるとありがとうございます。こちらこそ、こちらこそ。いや、すごい。しかもほら見て、やすかなんだよ。ちょっと持ってたら本当にすいません。いや、持ってないですか。持ってない。やったぞ。よかったな、お前。やった。しかもほら、旧のやつじゃん、これ。ガンデつけたアスカスね。出たバカシンジーって。俺も言ってもらいたかった。バカなんだよ。あれ、あともう一個あるんですよ。マジで今日手ぶらできてよかった。いいんすか、これ負けちゃって。はい。いや、なんかこんなに酔ってもらう。エヴァンゲリオンじゃないですか。やっぱエヴァグッズが好きということで。ニヤニヤしちゃうね、これ。お、いつもお世話になってるんで。あ、2号機じゃん。2号機。あ、すごいすごい、セットじゃん。しかもこれビーストバージョン。しかももう多分これも非売品なんですよ。すごい。あ、これしかもあれじゃん、マリが乗ってるやつじゃん。うわ、やった。新覚醒モード突入って。そうだよね。パチンコか、お前。あ、そうです。ビーストモードもあるからね。あ、そうです。よくご存知で。僕よく初号機って言われてるんですよ。似てますか。とんがりがね、とんがりがね。ガチで好きなやつだもんね。ガチで好きなんですよ。ありがとう。いや、よかったです、本当に。あと 1,2 回ぐらいしか呼びつけていい感じ。本当ですか。本当に。いやいや、申し訳ない、それは呼ばないです、本当に申し訳ないんで。遠いんで。すごい。これ、宇田尾さんにメッセージを書いたんですけど、やったー。僕はそれを読み上げたいと思います。うん、宇田尾さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。学校退学後、 YouTube で初めてコラボしようと声をかけてくれて言ってくれたのはフィッシャーズさんでした。そうだよね。ただ一人、フィッシャーズさん一人だ。そう、俺が人生でうつ病だったんですよ、マジの。あ、マジで。本当にマジで病んでて、もうあの時もう号泣して、うーって。あの頃の僕に生きがいをくれました。
これからもよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。いや本当にこれガチの気持ちです、ね、字が汚いんですけどすみません。いや俺も汚いから大丈夫。桐崎んち遊びに行った時のこと本当に鮮明に覚えてる。あ本当ですか。初めて来た時覚えてます。そうじいちゃんが廊下でフラフラしてて本当にフラフラしてんだと。お母ちゃんのテンションもあのまんまだし妹ちゃんもいるし部屋泊まらせてもらったし、なんか朝までいろいろ話したもんね。宇田尾さんが寝てる時に爆睡してる時に仮面ライダーのベルト頭巻きつけて起こそうとしたんですけど起きなかったんですよ。本当覚えてません。全然。マジっすか。寝てるもんだって眠りが深いことで妹の部屋でドッキリしたの覚えてます。うん。あの時親父がガチギレしてると思っていきなり倒れましたよ。そうもうなんか何もうトイストーリーみたいな感じだったもんね。そうですね。懐かしいですね。懐かしい。ぜひ見てくださいこれも。ただ僕、うん、その炎上したじゃないですか一回まあまあまあ覚えてます。まあまあ、まあ、それからというものを僕はその二度と炎上しないように、うんまあ大事ですわそれは。ブームさんにその確認してもらってたんですよ動画を、うん、昨日の動画、うんがあのその貧乳の動画なんですよ妹の。お前の。で確認を毎回してもらってそれを了承したらアップしていいんですけど、うん、僕どうしてもその動画アップしてしまって、うん、あの絶対再生数取れると思って、うん、そのウムさんが、うん、まあそのこれ以上守れないと、うん、マジで？ということで僕8月31日でウムの契約を解除します。本当に？マジです。マジでマジでマジですマジで。まあ、本当の話です。なんか関係すごくない？なんかまだ全然入ってこないんだけど。いやその本当にもう出ちゃった。これによって、うん、もうマジでウームを辞めてもう独立してやろうかなと思って、で他の事務所にも属さず我が道を行こうかなと思って。それはいいけどこのタイミングが8月31日で、ね、別にウームじゃなくても会えるからね。そうですね。まあやっぱりいろんなところでやってる人がいるんで独自の道を進みたいと思います。うん、それはもう全然なんかいろいろあったら言ってね。なんか何でもできる。そこでフィッシャーさんになんとか助けてもらいたいんです。そこかい結局。まあ全然いい全然いい全然いい。いいって言ってんじゃん前から。いやもう本当に宇田尾さん多分俺の中で今まで会ってきた YouTuber で一番本当優しくしてくれてる方で、宇田尾さんしか頼る人がおらず、うん、今回こういうことを。あマジで。あじゃあこれ出るのも9月ぐらいになるってこと。そうですね。これ出るのはもう多分来月ぐらいですね。そうだよね。じゃあもうその時にはもうウムいないんだ。そうです。マジか。まあ、確かにまあウムのねクリエイターさんいっぱいいるからね。めちゃくちゃいい事務所なんですよ。俺がやっていく上であんまり合ってなかったかなって。まあまあまあ、まあ、別に YouTube やめるわけじゃないしね。そうですね。だから独自の道を進んでくる。それから宇田尾さんまた俺をよろしくお願いします。あもうこちゃ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 。もう頼るところがないのでね。全然また今まで通り遊びましょう。ちょ、はい、ちょっとなんか泣きそうになってきました。本当に。本当です。マジか。やばいねそれは。まあその一回やらかした時も解雇寸前になったんですけど、うんまあいろいろ話し合ってたもんね。まあこういう結末になってしまったんですけど、ね、まあ俺が出てる分にって別に何も言われないし。本当にありがとうございます。いやこちょこちょこちょ。まあドッキリなんですけど。えドッキリでした。やばい待ってマジで優しい人好き。バカ切り裂きバカ切り裂きだよ本当に。いや待ってマジで宇田尾さん一緒っすね。いやバカエースだよ皆さん。この動画を見てこれで宇田尾さんの優しさがプライベートが証明されたと思います。なんか緩急がすごいね。これを見て分かったと思います。違うだってもう見てる人分かってるでしょドッキリだって。分かってますね。ほら、だってもうさ、これで俺思って宇田尾さんめちゃくちゃ純粋でこんな後輩を助けてくれるこういういかなる状況になっても、それが切り裂きだからねって言いたいけど、そういうドッキリするのも切り裂きだからね。そうですね。ムカつくな本当に。いやもうなんか分かんない、どういう気持ちでいていいのこれは。最高です。バカ切り裂きよ本当にいい人です。ありがとうございます。よかった。いや違う違う本当に心配したからねマジで。ありがとうございます。本当に理解が追いついてまいない今まあ動画が終わりますけど、今日は家出してきたわけじゃない。今日は家出してないです。家出してないんだ。今日はもう健全に宇田尾さんの誕生日を祝おうと思ってきました。本当にでそれを機に宇田尾さんの優しさを皆さんに知ってもらいたくて。人みたいに突然言うやん。そうですね。コアあったら叩いてるなんかいやすげえな。これが切り裂きですわ。これからも頑張ってください。誕生日覚えとけ。何をする気ですか。なんかやりたいわ。今言ってきた話も全部ガセです。そうだよね。そうです。だってじゃないけどバディさんあんなにニコニコしてないもん。逆にあんなにバディさんニコニコしてたら俺ウームが怖いもん。ケースケ以上に大好きです。ほんとに。そうっす。それはないわ。宇田さん25歳おめでとうございます。どんな結末よ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。これ一回哲也さんもドッキリ仕掛けましたよね。あそうだそうだ。なんかさ多くないなんかちゃんと真剣に考えてんのにさ。で俺あの時の宇田尾さん見てこれやっぱマジ人なんて俺でも助けてくれるのかなと思って。哲也さんであれだけやったら俺がもうやめちゃうよ。したらサードステージ作らないと、ね
やめろ。よきお疲れ様でした。今かい。夏が僕の心が広げてく。アゲルガレージ、キルザゲージ、よみがえるあの子のアベレージ、AK69、ウーバーワールド。シンタルと写真撮ってましたよ。そうですね。僕大ファンなんですよ。ということで、さよなら。さよなら。これあれか、動画全然終わらないドッキリか、これ。そんなわけないっすよ。